こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は畑の草を引いています。今日一日行けた。今日一日って朝来たら11時ぐらいまで引いたら帰る。4時前に畑来る。それまでは家でエアコンつけて涼んでおります。だいぶさ、少なくなったね。見たら草、手が伸びていくので草はだいぶ少なくはなりました。草行き大変やね。あ、そうでもない。好きなの？好き。綺麗になる木。草引いていくと後ろ見たら草ないじゃん、うん、気持ちがいい。だから草は虫になって引いてます。畑の草は引かん派と引く派と分かれるところがあるやん。メリットデメリットがそれぞれにあると思います、うん、草があることによって土に水分が保たれるということと、野菜の方へ行く虫が少ないかな。草の方で虫がおるので、アブラムシが来ても雑草の方でおったりもして、うん、作物の方に生き抜くかったりすることもあるわ。そうそうそう、あ、そういうこともある、うんうん、だからそういうことがあるので、一概に草を生やしるのが悪いというわけではない。それと草の根元の周りには微生物が結構あるので、そういうのはいいかもしれん。今日納得いかない。私はそれが好きじゃない。その微生物がおってもおらんでもそういう問題じゃなくて、草があるというかが自分のスタイルじゃないと。そうそうそう、野菜植えたら野菜だけと、草がいっぱいあるっていうのはどうも気になってしょうがない。草があるかが気に入らんというかは分かるけど、草のメリットがあるということを知っちゅう。それをあえて草を引くわけや。草には畑の中の養分を吸って草に養分があるわけや。だからその引いた草を土に埋めると微生物も増えて堆肥化されるんですけど、たまにそれはやります。残骸ボックスへ入れます。草の先ちょっと言ったあるメリット、乾燥しにくいのと、微生物がおるのと、虫の逃げ場がある。あ、野菜ばっかりに行くんじゃなくて、虫が草の方へ行くことが結構あるので、それはそれでいいことかなと。作物がなかったら、いやでも作物のとこへ来る。草があったら草へも行く可能性もある、うん、そうそうそう、分散すると。そう、だから草のあるのも悪いことではないと思う。ただ私の性格で言うと、畑に草がいっぱいっていうのはどうも気になってしょうがない。それの両方のいいとこ取りをしようとしたら、草とかお野菜作った後の残骸を畑にまた戻すということをするということ。そう、そういうこと。入れんことはないけど、堆肥あんまり入れんやん。牛糞とか鶏糞とか。あんまり入れんね。それはどうしてなの？堆肥がいっぱい入っちゃったら、ミミズが湧いて、ミミズが湧くということは、土の中をミミズが小さいミクロの世界では働きをするわけ。うちの畑もミミズおらんことはないけど、そんなにいっぱいおるわけじゃないよ。おったら、うじょうじょ出てくることはないや。うん、それはない。それはどういう？だから微生物入れる。微生物によって土が耕してくれる木、多少は。それは何？カルスってこと？そう、今はカルス。前はもみ殻とか米ぬかとかいろいろ入れて発酵資材作って畑入れてました。牛糞堆肥とか馬糞堆肥とか鶏糞なんかを入れると、完熟してる場合はいいんですけど、未熟な堆肥を入れると畑に未熟が残ったままになると、ミミズが湧きやすい。ミミズが大量に湧くっていうことはモグラだらけになる。だからそこのところは注意した方がいいかなと思う。ミミズがおったらえい畑ということはないことはないけど、そういう作物に影響が出る場合があるということ。モグラが来たら畑中を穴開けていくので、作物枯れていく。お野菜が根をかじる、穴開けるときに根を切っていく木、野菜が枯れていくわ。そういうことはうちはなかったの、今まで。いや、最初ここを畑にした頃はミミズが結構おって、モグラもおったけど、クンタン入れることでミミズも減ったし、モグラは来なくなった。未熟な堆肥を入れてない木ということもある。あ、未熟な堆肥はもともと私はあんまり入れない。あ、ほんと順番に減っていったと。そう、まあ入れるとしたら、もみ殻を大量に入れてふかふかの土を作りました。必ずもみ殻をたくさん入れると米ぬかもたくさん入れると、発酵を促すというふうな処理はしてます。その辺のバランスが大事なのよ。そう、何でも引きゃええというもんじゃない、うん、雑草も生やしっぱなしでええというわけじゃなく、そう、自分の作り方に合うたバランスの畑の状況を作っていくということが大事。そう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 、うん、この辺は草を手で引きましたのでほとんどないです。ないね、全然ないぐらい、うん、まあたまに忘れちゅうのが、気がつかなかったのが残ったりとかはしますけど。俺がちょっと見よった時はこの辺草を覚えてちょこちょこ引きよったけど、それでももう引ききれんばったき、すごい量やったけど、もう全然なくなった。枝豆から向こうが草まだいっぱいですので、ちょっとその引き方というポイントも一緒なんですけど、はいはいはい、
さ、ほんと全然なくなったね。この辺はね、引いたんで綺麗になったね。かぼちゃのここ通れんろ。かぼちゃがすごいことになっちゃう。通れる？通れん。無理？うん。あれ、もう上げることできんのね。よう上げんのね。殺法で上げても無理？ちょっと無理やと思う。このキュウリは消費量が悪い。こんなキュウリがなるの。このさや豆も、あ、なりよ。なりよ。なりだいた、ちょっと。けど、もう水が足りんろうか。細い。ここも草引いたけど、あっという間やね。うん、2週間前に俺草そこそこ引いたから。ここよ。ここだけじゃなくて、その辺らもちょっと引いたね。あ、そう。夏はすごいね。うん、夏はね。道具はそれを使うわ。道具、これね、送ってもらうてやん。うん、のがよ、これ使いやすい。うん、そしてスタビン。そうやね。草は、引くときに、この根元をこうやって根元を引っ張ったら、根元のこの成長点より下1センチぐらいの根が一緒にのくように引っ張ってます。小さい側はそんなになるけど、大きい側とね、大きいのも一緒、根元のここを切る木。あ、切るような感じでそれを使うということ。そう、全体を耕して元から抜くというよりは、うん、そこを切り取るみたいな形。そう、だからそんなに不幸にこんなにこんなにしてやらんでも、根が土の中に残っちゃっても構わんがよ。成長点さえのければ。この辺で草切ってしまうとすぐ生える。あ、だから同じ手をかけるがやったら成長点までのける。もう根も全部のけるというイメージではないということや。うん、そんな必要はない。根は残っちゃうよ、中やね。うん、土の中に。そんなに草取りしても、こう耕したみたいな形にはならんということ。なら、表面がちょっと草取ったとこだけが耕した形にはなるけど、うん、それも1センチも2センチも不幸になっちゅうわけじゃない。ない。表面だけで。そう、そんな必要ないじゃん。これ根切るがやけ、これで。それ釜じゃいかんが。草刈り釜あるやん。草刈り釜でもいいけど、これが農がいいけ、これ使う。そっちの方が使いやすい。うん、実際やってみたらそっちがいいというか。こっちが。草刈り釜も使うてみちゅうがやろ。うん、だけどそれが仕事が早い。1センチかそこらしかのけてないんで、これなんかはここの根元の成長点の下をこれでこうやって切って、うん、土の中には根は残るけど、別に残ってもそれは問題ない。草刈り釜やったらその下へ生き抜くやん。うん、上が切れるみたいなことはできるけど、そうやって剣取るなっちゅうとこが土入っていかんき、うん、そっちがやりやすいってことよね。これが慣れた。こうやって根切るよ。本当はこれを溝掘って米ぬかとかカルスを入れて埋めておくと、それでさらに透明のポリを着せておくと発酵が早いし消毒になる。これ例えばちょっと手間かかるけど、押し切りで綺麗に切って、うん、それが一番いい。カルスこうでやったら、うん、もう1週間2週間やったら結構、まあ2週間すればだいぶようになると。ようなるやん、うん、カルスとセットでやったらいいかもしれない。うん、だってまあ戻すことも大事やね。そう、土に戻すっていうのが一番大事かもしれん。うん、順番に全部やりますか。うん、これ早うやらんといかんと思うけど、なかなかね、あっちもこっちもが草だらけで、それで草引くとヨトウムシがおるき、これを潰しながら草を引くと。なるほど、はい、草を引くことが必ずしもメリットであるということではないと思います。それぞれにメリット、デメリットがあると思いますので、自分のスタイルに合わせた野菜作りをした方がいいかなと思います。私は性格的に草があるよりない方がいいかなと思って引いてはいますけど、根も全部引いてるわけではないということはあります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。行こう。
草がない畑へ来たら仕事しようってなんかちょっとやる気が出る、うん、まあ、やっぱり草があるとまた草と思ってちょっとショックが大きいので、草がないのが私は好きです。草ぼぼのところにいろいろ生えちゅう人もおるけど、それはその人がそういうスタイルへ行き、やっぱスタイル、うん、スタイルって人によって違うね。そうそう、草が生えてダメだというわけではない。草が生えてることによってのメリットもかなりありますので、もう本当にその人その人のスタイルで畑作りを楽しんだらいいかなと思ってます。ありがとうございました。ニコ。一概に草を生やすのが悪いというわけではない。それと草の根元の周りには微生物が結構あるので、そういうのはいいかもしれん。今日納得いかない。私はそれが好きじゃない。その微生物がおってもおらんでもそういう問題じゃなくて、草があるというのが自分のスタイルじゃないと。そうそう、野菜植えたら野菜だけと、草がいっぱいあるっていうのはどうも気になってしょうがない。このキュウリは消費量が悪い。道具はそれを使うわ。道具これね、送ってもろうてやん、うん、もうがえこれ使いやすい、うん、